はい、このようにして、ラフな形で、全体の描く状態を作っていただくといいと思います。それでは、これから細部にわたって描きたいと思いますので、まずは今描いた画像を線を薄くしますので、ツールバー上のスライダーを左の方へ移動させまして、15%ぐらいの状態まで左へスライドしていきます。そして次、新たに描くレイヤーを、ロックのレイヤーをして、まずは近くの方の状態から描きたいと思います。それではまず木の